コペルニクス科学センタープラネタリウムザ・ヘブンズ・オブコペルニクスロボットシアター風光の振り子コペルニクス科学センターはポーランドワルシャワのビスワ川の辺にある科学館来館者が自分で実験を行ったり科学の法則を発見したりできる450を超える体験型展示によって構成されている科学センターはポーランド最大の科学展示施設でありヨーロッパにおいても 最新のものの一つである。2012年9月25日、センターは200万人目の来館者を迎えた。2010年11月5日に、最初の建物となる若者を対象にした5つのギャラリーがオープンした。また、RE、ジェネレーションは2011年3月3日にオープン、6月19日には、プラネタリウム、 ザ・ヘブンズ・オブ・コペルニクスが7月15日にはディスカバリーパークが10月18日には科学実験室が11月15日には生物実験室が12月6日にはロボットワークショップが12月20日には物理実験室が続いてオープンした。2008年からコペルニクス科学センターはポーランドラジオと共にサイエンスピクニックを設立。これは ヨーロッパ最大の屋外科学イベントである。2011年には世界の科学博物館にとって重要な行事の一つであるヨーロッパ科学館ネットワークの会議が開催された。コペルニクス科学センターはワルシャワの中心にあるビスワ川の辺に建設された。建物のデザインは2005年12月科学センター施設の建築コンペにて選ばれたロアマイナス -2 の赤い。 ポーランド人建築家、ルダ・シュロンスカが、ビュロー・ハプルドと共に担当した。センターの構造、コペルニクス科学センターの常設展示は、400以上の体験型展示から構成される。展示は、様々な学問の領域によって6つのセクションに分けられている。ザヘブンズオブコペルニクスは、近代的なプラネタリウムであり、ここでは単なる星空や、それに関連した。 映像以上のものを見ることができる。天文学、自然科学、民族学など、省は様々な一般的な科学的問題に関するものである。省は全席の観客を囲む休憩のスクリーンに映し出される。この手法のおかげで観客は映し出された世界に入り込むことができ、さらにドーム中で高音質のサウンドシステムも備わっている。エクスペリメント。 コペルニクス科学センターが設立した最初の展示である。2006年6月にワルシャワでサイエンスピクニックとして登場し、1日で1万人以上の人が押し寄せた。2006年9月から大都市や小さな町を回り、現地の住民に自分自身の手で実験を行う機会を作っている。また、コペルニクス科学センターはファミリーワークショップも設立した。これは、 5から8歳の子供が親と一緒に実験を行い、より現象について理解を深めるのを手助けする活動である。子供たちが家でも簡単に実験をやり直すことができるように考えられている。他にも、サマー・イン・ザ・シティや、ウィンター・イン・ザ・シティ、サイエンス・フェスティバル、サマー・ウィズ・ラジオなど、センターは科学を広めるための様々なイベントに参加している。教師向けにも、 トレーニングやコンテストを行っている。コペルニクス科学センターは、ワルシャワ市や科学高等教育大臣文化施設、教育大臣によって文化施設として資金援助を受けている。ありがとうございます。